逆せーのベルタックス。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、というわけで始まりました、はい、第4回ということでね、はい、今回はあの前回のね、はい、あのシューティングの結果を踏まえてということで、残念な結果、ね、いやー、ほんと、いやいや、もうあと3年でしたね、ほんと、もうお腹空いちゃってしょうがねえや。森下さん、これここでご飯を食べれるところがなんかあったりするわけですか？あります。ほ、エアソフトゾーンデルタ の上のフロア5階に、ザ・ニューヨークというビュッフェレストランがあります。ぜひ今日はビュッフェここで食い放題、食い放題いいですね、いいですね。ところで、あの、一つ問題点としては、我々はこの格好なんですけど、はい、大丈夫なんですか？あ、大丈夫です。大丈夫なんですか？大丈夫です。あ、それはそれでハードも高くないですか？行っちゃいましょう。行っちゃいますか。あ、すごい、エスカレーターで上に上がるというのがマジでサバゲフィールドらしからぬ感じですよね。うん、ねえ、おお、すごいすごいすごい。おお、あそこなんかワインがね、ずらっとワイン&リターって書いてありますね。ワイン&リター。そう、すごい。ノムさん飲む方ですか？僕ね、お酒ね、ああ、ミートゥーですね。ミートゥーですけど、なんかもうすごく、すげえバリエーションを持ってますね、これ。そう、あ、これがあの有名な、ウッドリーエレガント。はい、もう。え、これ本当に大丈夫なんですか、この格好で。めっちゃ加速ずれいますよ。バチがいい、鼻鼻してるんですよ。これ、これいや、ダメです、つけなさい、つけなさい。恥ずかしいって、やめてやめてやめて、はい、あ、いや、なんでもない、大丈夫です、大丈夫です。はい、はい、はい、すごいと思うんですよ。だって普通に加速するとこいっぱいいるじゃないですか。そこにね、めっちゃかっこいいやん。すごい、あ、本当だ、なんかこれ、何、あの、ベガス的な感じっていうか、すごい普通に、なんかもっと、もっと時間帯考えましょうよ、収録の。はい、安く笑ってる、はい、これがビュッフェの、はい、ビュッフェのニューヨーク、ニューヨークもう外に行きましょう、はい、ご案内します。ステーキって書いてある、ステーキだ、ステーキ食べ放題ですよ。あ、こちらデザートコーナーとステーキコーナー、ヌードルってことは麺もあるんですかね。あの、張り込みの時にこういうのがあって、映画であるじゃないですか、ヌードル的な。そういうの食えたりするんですよ。もうとりあえずこうやって喋って撮影ってことをアピールしないと恥ずかしいわでしょ。で、あ、はい、飲み物もいっぱいあるわ。あ、すごいすごい。お、これちょっと様子が結構広いですね。で、あ、これなんかお酒飲めるコーナーできたね。おしゃれ、これちょっと感動と一緒にいっぱいみたいな。じゃあ森下さん、こちらで成長いただきましょう。はい、なるほど、こちらで。すごい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 、海が見える、海が見えます。いや、いいいいっすね、これこういうやつですね、こういうやつですね。ビリヤード的な子供、これってあれですか、あの、昼間からやってるんですか。あ、本来は夜からやってます。今日は特別に。なるほど、開けていただいちゃう、はい、もう店長パワーで。あー、さすがさんパワーで。ビリヤードと、あとダーツ。ダーツ、ダーツ、意外とね、最近俺ダーツハマってるんですよ、実はね。モロさん上手らしいですね。え、上手だよ、上手じゃないです。あの、ただハマってるっていうのね。マイダーツ持ってます。マイダーツ持ってますね、はい、これもうあるじゃないですか、はい、投げていいですか、はい、あ、どうぞこれ、当たったら超かっこいいですよね、はい、よし、いや、はい、ね、きっとね、カットしてくれる、はい、違いない、はい、どうね、横方向とかに外すなら私をただただ上に外してるっていう。あ、じゃあそろそろ料理をね、はい、取りに、ご飯取りに。脱いでいいですか。あ、脱いでいい。あ、よかった、行くよ。え、脱がないの。フォーク、フォーク、肉っしょ。いや、肉ですね、はい、あ、ビーフからフォークから。うわー、うわー、一緒、うわー、一緒じゃないですか。一緒、ビーフです。うわー、これビーフだから。フォークで、フォーク、チキンもあります。チキンも茶色ばっかりね。最近ね、これあれですよ、某アムズマガジンの企画でね、あの、体鍛えてるんでね、ちょっと多少あの体のことを考えて、こう鳥的なね、鳥、マジで、ね、でもまあ、やっぱ多少はね、多少はいいっすよね、うん、多少牛もね、うん、いや、これうまそうだな。うわ、いっちゃく多少、これ1枚出とるかな。これをこっちにこう、これはあえての照り焼きかな。照り焼き、いや違うな、おろしポン酢。あ、いいですね、いいですね、いいですね。お、あ、それね、あの、ビールだけ、殻の鶏の方はこのオニオンソース的なね、こうやって。ちょっすごい彩りが豊か。
じゃあこれちょっといただきましょうかね。よいしょ。ほら、チャーハン的なやつですね。これと麻婆ちょっと合わねえなと思って。あ、それ絶対うまいわ。どどん。お、小籠包じゃないか。麺粉だ。うりやすいのがいい。いいっすね、これすごい無用人。どこだ、どこだ。はい、味噌味で焼き味噌、ここから茹でてくれるって。なるほど。はい、というわけで料理を取ってまいりました。いや、ノブさん、ほんとすみません、ごちそうさまです。ね、でもどんだけ食ったってね、あの、お値段一緒ですもんね、ビーフだからね。そうですね、いただいちゃって、食べちゃっていいですか。はい、じゃあいただきます。ノブさん、いただきます。よし、はい、食べちゃいます。はい、いただきます。やっぱね、このね、肉がね、気になってしょうがないですよね。ノブさんはですよ、プレケリ脱いじゃダメですからね。はい、知ってます。うん、ね、それはやっぱあれですよ、じゃあこの業界に生きようとしてね、ガッツリ食べちゃう。そう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 、これだってね、あれですよ、あの、野茂さんはこれ、ね、ご存知の通りライラックスの方じゃないですか。俺はあのフリーのライターですよ。食レポなんかね、やったことないんですよ。今これ、飯を食いながらこのカメラが回ってるっていう状況はね、どうしていい。どうですか。うまい。うまい。じゃあじゃあ、美味しいです。美味しいです、美味しいです。うん、柔らかい。柔らかくてこれ、ペッパーソースがいい感じ。普通のコメントですね、柔らかい。じゃあ、面白いコメント言ってくださいよ。いや、熱いわ。いやー、というわけでね、残しちゃったそろそろね、なんか野岩の話をせーとか ね、指示が来ましたんで、はい、エアソフトゾーンデルタさんでは、このゴーグルの規定ってどうなってますかね。はい、サバイバルゲームするときは、シューティンググラスとゴーグルと、あと、顔をハードタイプでお願いします。なるほど、なるほど。じゃあ、布とかで覆うのはダメというなんですね。はい、まあ、近距離になると危ないですよね。そうですね、犬は特にね。そうですよね。で、関西の方って、はい、ゴーグルのその規定とかってどういうのが一般的ですかね。そうですね、僕の思うところに、その関東のサバゲフィールドよりもちょっとこう厳しいというか、その、怪我に対する配慮で、はい、その絶対ゴーグルでなければダメのフィールドであったりとか、まあ、ショッキンググラスオッケーのものもあるんですけど、あの、後ろにちゃんと紐でこう、バンドで脱落しないようにという配慮がないとダメとか、なるほど。関西はちょっと厳しめな感じ。最近のマイブームなんですか。マイブームですか。やっぱりこちらの方に遊びに来た時に、サングラス、シューティンググラス OK のところがあるので、オークリーの。これ色がオリジナルのオークリーの色ですか。よくぞ聞いてくれました。まあ、弊社のボディプリントセラコートしてあ、なるほど、サングラスにもできちゃう。できちゃいます。セラコートバーンとブロンズというカラーですね。はい、これあれですね、あのクライタックのあれにも塗ったらいいですね。そうです。とか、一番カスタムでありましたね。はい、あります、あります。はぁ、それをこう、取れるからね。はい、ね、お、渋い、かっこいい。あ、それはですね、サングラスやシューティンググラスがダメなところで使おう。はいはい、ISS さんからの新作で、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、いや、たぶん今ね、この辺スーパーがビンって出てますよね、はいはい、ISS の新作、はい、ね、ノーベルアームズさんから買いそうです、スカイレンズがついていて、これのね、面白いところがね、このボタン、ここでレンズのがキルトするというか、これ、ここの、このレバーをこう、そうですね、バキッと、あら、ここにね、何ミリかぐらいの、ね、隙間ができる感じですね。そう、レンズが横から見ると、ね、レンズがこう前後動する。あ、で、ここをこう押すと中に閉まる。なるほど、なるほど。これね、あのね、普段俺メガネかけてるんですけど、はい、こういうのをかけてるとゴーグルより先にメガネが曇るんですよ。あ、うん、なるほど。で、メガネが曇ったら曇りません。メガネ曇りますよね。で、そうするともう外す感覚しかないんですよね、はいはい、その時にこれはかなり役に立ちそうな、ね、少しでも風が入る。あとこれはスミスオプティクス、はい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 、やつでエイジスとか、ちょっと名前こんなのあまり覚えてないんですが、あれですね、これもお高いんでしょ。
ぼちぼち。こちらはですね、僕のバーの先ほど言いました脱落防止のこれがついているのもありがたい。これ標準装備なんですね。標準装備です。なるほど。あとはこのつるの部分がものすごく細いので、はいはいはい、例えばヘルメットとか、あとはなるほど、ヘルターの山風的なものをした時にここにスッとこう入れるのがすごく便利なるほどですね。本当だ、ペラペラだこれ。あの縦方向もこう厚み方向もそうですね。薄い感じですね。あとはもうここでこれを両方外すとレンズが外れまして交換レンズになるか。あ、なるほどなるほど。ノーズのやつついたままでこうスッと。はいはい、なるほど、はい、車でもすごい新鮮ですね。うん、交換ができてかつ通気性が考えられて。そうですよね、交換できるのにそういうギミックがついてるっていうのはね、いいですよね。これいいな、これいいです、これいいですね、うん、いやこのセラコートもいいな、これでしょ、でしょ、まあ、アイウェアって大事ですからね、はい、やっぱこうやってこだわりを持って、こだわりありますか、アイウェアに。欲しいんですけど、はい、メガネかけてると、なかなか合うのってないんですよね。あー、なるほど。先ほど、まあ、話であったように、ゴーグルつけた時に曇りやすい、はい、その規制だったり、はいはいはい、あとその、メガネも締め付けられるはいはい、はい、とかってあるので、まあ、そういったので探してますね。あ、はい、何かこうオチをですね、森下さんにつけてもらいたいなと思ってますよ、はい、結構無茶ぶりな感じ。あ、そう、分かってます森下さん、彼女とかいますか。あ、結婚してます。お、なんと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 、お子さんはいらっしゃいますか。あ、まだいません。あ、じゃあまだ新婚さんということでいいですかね。はい、まだリアルタイムで1週間前に。すごいすごいすごい、その話が出てくるの。ちょっとびっくり、ね、はい、やっぱり店長さん、その今メガネにはゴーグルがないということで、はいはいはい、今後もサバゲーを始めるために装備とかね、今でも揃えていいかな。あ、あ、そうですね。じゃあ、まあ、次回とかはまたそれじゃあその装備編というか、お、相談のような形で。ああ、いいですね。我々はあまり揃ってないんですよ。揃ってないです。ああ、じゃあもうこれからバリバリのサバゲーマーに僕らで。そうですね。育ててやりましょう。今後来たお客さんが、ああ、あのっつってね、はい、こんな成長しちゃってっつって。ね。ね、で、もうこれがいいよって、もううちの製品全部です。あ、それだ。皆さん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ね、いえいえ、どうもでした。はい、ありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よかったらチャンネル登録、こちらの方ですね。ビシッと押せば、チャンネル登録されるシステムが構築されてます、はい、それを存分に使っていただいて、どんどん視聴していただければと思います。イエス。じゃあそんなわけで、はい、また次回お会いいたしましょう、はい、YouTuber 感出してみましょう。じゃあまた次回お会いいたしましょう。せーの、はい、ボーイ。恥ずかしい。最後ね、こちらをごちそうさまでした。ごちそうさまでした。安いな。はい、準備お願いします。ありがとうございます。ガチだ。リアルだ。あの普段ね、会社の経費の時はねカードなんですけど、これ現金だからね、ガチ自慢です。ガチ自慢。ごさげです。美味しかった。ほんとほんと美味しかった。1万円お預かりします。お願いします。よしよし、お願いします。